は9時半を回りました。ここからは嘘のような本当の話をお届けします。本日の MC は FM ギノワンスタッフの石坂まなみです。そして、今回も東京からこの方来ていただいております。おはようございます。 WO イーストの北条です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、じゃあ早速ですがゲストさんが今日も来ておりますので自己紹介をお願いしたいと思います。チェと言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、チェさんには何度も出ていただいてるんで、もう、はい、準レギュラーということで、はい、準でいいんでしょうか。準ですか。ほぼほぼレギュラーということで、はい、なんか前回出たのが1年前くらい、はい、1年以上なるかと思います。おお、その時はちなみにどういうお話をされたんですか。その時はお父さんの話。あ、お父さん、そうですね、うちの父親の話を、ね、年末に来られたっていう、はい、あ、はい、うちの父親なんですけれども、心臓ちょっと心臓の弁膜症だって、うん、ちょっと調子が悪くなったっていうお話を確かしたかなと思います。うん、そうそう、で元気になったっていう話、はい、そうですね、はい、その時心不全だの話だったと思うんですけど、そうそう、心不全になって体の中にも水が溜まって、肺に水が溜まって、うん、なかなか抜けずっていう状態だったんですけど、まあ、水素を吸入を進めたところ、もう1日8時間ぐらい吸ってもらってたら、うん、もう吸い始めて翌日ぐらいから体重が1キロずつ落ちていった。1キロずつっていうのは水分が抜けたっていうことなんですけど、うん、はい、どんどん抜けていって、1週間では元の体重に戻って心不全も改善したっていうことがあって、すぐに効果が出るんですね。あの心臓と腎臓って連動してたりするんですね。はい、だからあの心臓の中に水が溜まる量はそんなに、うん、あの重さを体重を大きく変えるほどではないかもしれないけど、うん、その腎臓がしっかり働いたことでお水が捨てられて、うん、あのこの前もね、あの、うん、出ていただいた、滋賀の女性が、はい、膠原病で体重がもともと54キロが94キロになっちゃって、うん、はあ、写真すごかったですね。それ それで、まあ、お医者様からはもう、うん、透析のレベルまで行ってしまって、余命があと1週間というところまで行ったんですよ。でそこから水素を吸って、余命1週間なのに2週間経ったところからおしっこがブワーッと出始めて、でたったそれから2週間で94キロが54キロに戻ったっていう。だからもう全部水分だったってことですね。全部水分が、へえ、だから多分、ね、お父さんの場合も腎臓、そうですね、心臓から腎臓に多分影響を受けて、体の中にお水もたくさん溜まってたんで、そうですね。でその父親が、もう1年以上1年半ぐらいもう吸ってるんですけど、はい、もう心臓も肥大してたのが、はい、ここ最近2ヶ月ほど前のレントゲン見ると、うん、心臓がちっちゃくなってるってことで、よかったね。すごい、心臓も、もう私は肥大したものはそんなすぐ、ね、はい、ね、もうそのままの状態だと思ってたんですけど、うん、小さくなってたっていうことで喜んで、すごい負担かかってたのがだんだんかかんなくなってきたってことだ。すごい不思議な、すごいことが起きるなと思って、ね、心臓肥大まで、ね、なったら嬉しいですね。水はね抜けても、さすがにこの心臓はなかなか、ね、治らないのかなって私も思ってたんですけど、ね、びっくりですよね。それはすごい。でもあの水素を吸って心臓が落ち着いたっていう人はたくさんいらっしゃるので、はい、でもこの心臓がね、あの肥大してたのが、うん、小さくなるって、ね、聞いたことないと思って、私でも僕もかつてやっぱり肥大してたんですよ。あの今から10年ぐらい前、で水素吸って心筋梗塞出なくなったりしたから、うん、まあ、そういう意味では肥大がいつのタイミングで落ち着いたかは分からないんですけど、はい、やっぱり吸えば吸うほどですね、1年で経過を見ると、はい、
1年半って吸ってると全然変わってくるんだなと思って、うんうん、今も時間はその8時間くらい吸ってるんですか？今は、その時は緊急だったので8時間も動けないかもう座ってる状態だったので、うん、もう座ってる間ずっと起きてる間吸ってもらってて、うん、今はもうそう寝る時と朝起きて、はい、活動時間以外はほとんど吸ってるっていう本人が手放さない状態なんで、もうねそんな効果がでも、ね、自分でも実感するのが多分一番、ね、このびっくりだと思うので、う、ね、あとね最近の検診ではあのなん骨密度が A から E 判定まであるらしいんだけれども、うん、ABCD、うん、で B 判定だったらしくて、うん、今76なんですけどね、で他の方同じ同年齢の方は、うん、D とか E とかの方多かったらしくて、で B で一番自分が上だったっていうのを、ちょっと自慢げに話してましたねすごい。あのうちの母親がね、約やっぱ僕と同じだから9年ぐらい水素吸ってるんですけど、うんうん、骨密度がね 105% なんですよ。 105% ってあるんですか？そう、僕の年でも 100% なかなかいないのに、はい、ね、83歳で、うん、105% だから、うん、すごい。やっぱ骨密度にも影響が出るんだと思う。あれはどういった仕組みなんですかね。確かに、ね、なんかこの、まあ、あの骨の中にも血管がいっぱい走ってるんで、うん、そこの血流が良くなるから、当然機能が栄養素を渡せたりとかっていうになってくるので、すごい、はい、すごいですね。じゃあもう本当にこの血流が良くなるだけで、うん、もう体の隅々が、そう至る所が、だから水素が病気を治すことはないんですけど、血流が良くなるので、まあ、あの活性酸素を取るっていうのと血流が良くなるっていうこの2つで自分の体をこうなんかこう若いかった頃の体にどんどんこう引き戻していくっていうのがどうもあるみたいで、それで結果的にはまあね、知恵さんの場合も、すごいですよ ね。それも本当びっくり、まあ、いろんな、まあ、父親だけじゃなくお客さんの声もね、はい、よく聞くんですけども、皆さん本当に若返ってるっていうのを実感してるような連絡いただいたりとか、はい、じゃあ私もね先日ね、なんとあの還暦になったんですけど、はい、還暦っていうと驚かれる驚きですね大若い、うちの常務なんかね61歳なんですけど、今年で61かなんですけど、もう絶対年齢当てクイズ当たらないですよ確かに40代ですとかね、うん、せいぜい50代前半って言われるんだけど、なんだろう、皆さん若く見えますよ ね、みんなこう水素吸ってる方って、ね、でも確かにゲストさんでいらっしゃる方とかも、ね、すごいあの若々しい方で年齢聞いて驚くみたいな元気になるし、中からも元気になるし、やっぱ血流良くなるから肌もう、ね、肌ツヤ良くなるのかな、ね、この色とか、ジェイさんもね本当肌綺麗だもん、そう私も今改めてなんか肌見たらちょっと綺麗だなと思ったんですけど、ジェイさんも毎日もちろん毎日吸われているんですか？手放せないです私も、もうすぐ寝れるし、いい、ね、はい、もう寝るの大好きなんですよ私寝るの大好きだっていうのもあるんだけど、はい、なんか安眠効果みたいなところもあるんですか？爆睡しますよ、もうほんとすぐ寝れます水素は、夜吸うと修復に働いてくれるので、爆睡できるしね、朝吸うとデトックスになるので、なんか体から良くないもの添加物とか、はい、そういうものを捨てたい人なんかは朝中心に吸ってってよく言ってるんですけどね、なるほど、吸うじゃタイミングによって、まあ、ちょっと効果というか、そうですね、変わってくる、はい、じゃあここでちょっと一旦 CM を挟みたいと思います、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211、嘘のような本当のはお届けしています。 CM の間にあのちょっと髪の毛の話が出たんですけれどもなんか髪の毛にまつわるエピソードがあるということで、はい、
髪の毛また父親の話なんですけどね、はい、うち父親がやっぱり年とともに年齢とともに髪の毛薄くなっていくじゃないですか、うん、でちょうど頭頂の方がもう髪の毛が生えなくなってきて薄くなってたんですね、はい、でももう70、ね、超えてるから私そこまで気にしてないと思ったんだけれども、うん、なんか通販番組を見て、はい、ニューモってありますね、ニューモを買ってちょっとつけてたらしいんです、はあ、そしたらある日見てみてって言ってでここ見たら本当にひよこの なんだろうあの可愛いふわふわな産毛がここ生えてて、はあ、と思って触ったら本当にふわふわってやつで気持ちもいいくらいふわふわしてて、あすごいニューモの効果すごいと思って、うん、あなんか私も驚いてたんだけど、うん、でうち父親は周りのお友達にニューモすごいっていう自慢してたみたい で周りの方もみんなニューモ買い始めたらしいですね、はい、実際生えてるから、うん、生えてるのを見て、はい、あ私も欲しいとか言って皆さん買い出したらしいんですよ、うん、だけどみんな買う、はい、つけてるのにいや全然どうなんだろう私実感がないとかって周りが言い出してきたらしいんですよね、そしたら 私の中では、ねはい、父親はあの水素も吸ってるから相乗効果でよっ、うん、あの早かったんじゃないかなって思っててこの現れるのが確かにああの水素を吸うと体中全部の血流が良くなるんですよ、うん、だから頭皮なんかもねすっごく血流が良くなることは、うん、我々もスコープで見たりするんですけど、うん、ふわーってね渦巻き状にすごい血流が良くなるんです、うんうんだからそれとプラス、うん、そういったこう薬剤が反応して、うんね、一緒に相乗効果がやっぱり現れるのかな、ね、なんかサプリメントもありますよねなんか相乗効果が出るっていう、埼玉医科大学が、うんもう結構前なんですけど、はい、調べてくれて、うん、サプリの効果が2倍以上長時間にわたって続くっていう結論だったんですよ、うん、だからやっぱりそういう相乗効果出やすいでしょうね、うん、血流が、ねサプリの場合はすごいなと思って末梢まで血管が開くからちゃんとこうサプリの成分が末梢に届くんで、うん、効果が強く出るっていうことだと思うんですけどやっぱりすごいですよ ね相乗効果って、ね、そうそうすごいなと思ってすごいですねやっぱね同じ使うだったらより効果が、ねうん、上がるように出た方がいいじゃないですか、ね、っていう時にお金もかかる話だしね、うん、なんか買えばね、はい、あそうそうそう、まあ、そういったコストも抑えられるもんね、うん、だからうちの父はニューモと水素を手放さないって感じですねこの2つの2つセットで使ってますセットはもう外せないみたいなそっかでもそれこそやっぱこの、ね、年重ねていくにつれてその、ね、この毛髪の悩みとかってあるじゃないですか、うん、私の母も実は去年還暦 で、うん、でだったんですけどやっぱ髪頭頂部が薄くなったりとか髪がやっぱ細くなってくるのにすごいもうどんどん気にして年々気になっていくみたい な感じなのであの抜け毛もね少なくなりました、うん私も抜け毛すごかったんだけど、はい、抜け毛が そんなもう少なくなって本当でも髪綺麗ですよ ね、 そう、うん、ね多分ちいさんともう3年ぐらいの、ねうん、お付き合いだけど、うん、髪の毛がもうすっごい綺麗ですもう最初はボワッとしてた、うん、ふわっとね風吹くとふわっとこうしてた感じだったよねだからもう髪型そのものが変わっちゃってる、ねうん、なんかまとまりやすくなったのとなんかねゴージャスな感じになってる、ね、あそうですか、うん、ボリューム出てるもんねありがとうございますなんか髪の毛も本当生え、はい、生えてきてあここからちょんちょんって生えてきてどこまで伸びるんだろうと思って見てたらどん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 伸びてきてこのおでこのこのそう前髪ができたと思って、すごいこれは結構なんか嬉しい、まあね、あの女性の場合だったら特にあれじゃない、はい、女性ホルモンとかが活発になるだろうから、うん、確かに変わってホルモンバランスやっぱり変わりますよね、うん結構ねあの周りの方も聞きますね水素吸ってる方で、はい、髪の毛がなんか生えてきてるっていう方とか、はい、あとなんだろう、黒い髪が生えてきたっていう方もいますし白髪が多かったのが白髪基本的にねあの
ストレスがすごく大きな影響があるって言われていて、ストレスかかると活性酸素が湧くでしょ、それが原因でどうも毛根に悪い影響を与えて白い髪が出てきてるんじゃないかっていうふうにおっしゃる方が結構いらっしゃって、だから水素吸うことでストレスも減るし、あの穏やかな感じにもなるし、それでだんだん白髪があれっていう人多いですよ。それでなんですね、なんか最近その方シルバーなんですけど髪の毛、男性の方、ちょこなんか黒っぽく見えてくる最近ちょっとグレーになってグレーっぽく、グレーっていうんですか、すごいシルバーがグレーになってちょっとなんか、そうそうそう、うん、ちょっと黒が多くなってるかなって見えますね、その方、なんかもう、一度シルバーになってしまったらもうなんか戻らないみたいなイメージが勝手にあるんですけど、ね、そんなことない、ね、あの押したり引いたりみたいになる場合あるみたいですよ、じゃあ毛根も、まあ、生き返るというかあの、ね、これもね、髪の毛の専門家の方に聞いたら、よく毛根死ぬって言うでしょ、はい、毛根って死んでないんですって言うんですよ、あの活発に活動してないだけで、だからスキンヘッドになってる人なんか絶対生えないと思ったんですけど、ちゃんと生えてきたりするんですよ、だから毛根はあるけど栄養素が行き届かないっていうのもあるんですかね。それもありますね。それがだから水素吸い始めるとそういうことが起こってくるから、はい、そう生やそうと思って生やしちゃった人もいますしね。なんか嬉しいことだらけですよね。本当に。そうだからもうなんかね、体のその体調がっていう人もいるけど、そういう美容とかね、美容にもいいし、あ、じゃあちょっとその美容とかの話はまた CM の後に伺ってもいいですか。はい。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 嘘のような本当のはお届けしています。もう後半戦ですが、すごい話をたくさん聞けて、ね、びっくりですね。はい、そして、で、まあ、美の話もなんか美にもすごいいいっていう話を聞いたんですけど、はい、私は、20代の頃、あの美容関係で仕事してたんですね、あのエステサロンでエステシャンしてたんですけど、やっぱりあのいいもの、美容液どんなに塗ったとしても、やっぱり血流って大事だなっていう中から、はい、やっぱり改善しないといけないなっていうのも思ったのもあって、今水素を吸ってるんですけれども、やっぱり、なんだろう、代謝が上がるっていうことはこのターンオーバーも早くなっていくので、お肌も調子良くなっていくのかなって今実感してるところなんですけれども、それもあるんだけれども、一番はやっぱり睡眠かなって思うんだけど、どうでしょうか、よくね、社長みたいな、よくお肌ってあの排泄器官って言うんですよ、だから、はい、いくら表面に塗りたくっても、結局捨てようとしてる出ちゃう部分なので、まあ、極論言ったらお尻ですっていう人もいるし、お尻ですかみたいな話するんですけど、なるほど、だから捨てようとしてるところになぜクリームを塗るんですかみたいなね、だからまあそこら辺でこういろんな肌そのものの質を上げていくとかってことはもちろん大事なんですけど、やっぱり今知恵さんおっしゃったように内側から出していくとか、まあ例えば皮膚の中の毛細血管の末梢までちゃんと栄養が届いているとか、っていうことの方が重要で、表面から入れようとしてもやっぱりバリアゾーンっていうのがあるから、そこから奥に普通入っていかないんで、それ以上入っちゃったら医療品ってことになっちゃうし、だから化粧品としてはそこまでしか入らないんですよ、どうやっても表面だけですから ね、だからそういう意味では、あのでもね、ほんとツヤツヤだもんね、はい、あ、そう、肌が、私も、あの20代このね美容のお勉強して、ファンデーションを塗るのをやめたんですよファンデーション塗らないって、それで蓋することになっちゃう、あのやっぱり石油成分じゃないですか、でそれを肌に塗ってる状態って太陽に当たって日に当たると、
石油って燃えるじゃないですか、酸化するじゃないですか、肌も。だからシミも作っちゃうんだっていうのがあって、もうやめちゃったんですよ、はい、それやめてずっとファンデーションじゃなくてもう日焼け止めだけに変えました、その時から。だから日焼け止めだけと、あとポイントメイクだけ、眉だったり口紅だったりとか、アイメイクだけとかっていうのだけでずっと今、20代の時からそれでずっと着てて、今、はい、やっぱりやらない方が、みんな、あのやらないことを皆さんに勧めてるんですけど、私は、はい、でやらなくなった方は皆さん綺麗になってます、この前あの夜中テレビ見てたら、女性のねアイドルの人たちが、はい、あの男の人ってすっぴん好むじゃないですかって言って、でもね本気ですっぴん見せたら引くよって言って、言ってました。隠してもうだから、ね、もうその若い頃からがっつり塗ってるわけでしょ、だからだんだんこうファンデーションとかで隠しちゃうと呼吸できないもんね、皮膚自体がね。そうですね。ってことは今言われたその紫外線で、あの活性酸素大量に湧くので、はい、その部分と、酸化しますから ね、でさらに呼吸ができてないみたいな状態だったら、お肌がやっぱシミが、シミになるのが一番怖いっていうね。そうですよね。しかもそれをまた年をね重ねていくにつれて、こうターンオーバーとかも、遅くなってとか話も聞いたりするとちょっと恐ろしい。そうそう。で水素を吸うと今度は、これアスリートで実験して分かったんですけど、あのターンオーバーの元になる、ATP 代謝っていう、ミトコンドリア代謝が劇的に早く動くことが分かってるんですよ、だからそれによってこうわーっとこう回る、あのターンオーバーをしていくためのメカニズムが早く動くから、なんか年を重ねた人が水素吸い始めるとみんなプルプルになってくるっていう、代謝も良くなって肌ツヤも良くなるっていう、はい、そういうことがある。それあるかもしれないです、みんなツルツルですよね、皆さん綺麗になってきてますね、水素水って、すごい、あとねあの水素水があるんですね、でその水素水かけると10秒ぐらいでツルツルになるから、あそんなに早くもちもちって感じもちもちになる。高濃度の水素水の場合は一瞬でツルツルになるんですよ、はい、高濃度じゃないと何も変わりません、塗っても。濃度が濃ければ濃いほど、そう逆にね通常は水分取られちゃいますよね、お水塗るだけだったら、ね、ところがなんかもちもちなんかならない、ガサガサになるのが普通なんですけど、うちの水素水はねツルッツルにぽやっぽやになるんですよ、ね、ラジオをお聞きの皆さんぜひ試してみてはいかがでしょうか、ということでもあっという間に時間になってしまいました。はい、ジュエさん今日はありがとうございました。たくさんあったんですけど、また次回とかありがとうございます。はい、またの機会にありがとうございました。よろしくお願いします。